僕は伝七郎、吉岡家の次男だ。一番のライバルは兄の清十郎。君は強いそうだが、思い上がるなよ。この学園で兄さんを超える者はいない。僕はそう断言する。吉岡家三男、また七郎だ。悪いが、俺は兄者たち以外誰も信じねえ。だが兄者たちは真面目すぎだ。俺に言わせれば、卑怯でも勝ちは勝ち。誰にも文句は言わせねえ。私は沢庵宗英、巌流学園の教師で君たちの担任だ。本職は和尚だが、学校では優しく厳しく指導するから心するように。ほら、年上の言うことは聞くものだぞ。私は柳生石州祭、巌流学園の理事長を務めている。昨日の己に今日打ち勝つ、それが徳川将軍家を支えてきた柳生新影流の極意だ。